水野茂雄、水野茂雄、水野茂雄、1899年11月13日から1972年5月4日は、日本の実業家、富士テレビジョン、現富士メディアホールディングス初代社長、元日経連上任理事、経済団体連合会理事、経済同友会幹事、元日本共産党員で、赤旗、新聞赤旗初代編集長、 水野彦次郎の三男として、静岡県小笠郡桜村、現、お前崎市に生まれる。旧制静岡中学、現、静岡県立静岡高等学校から、旧制第一高等学校を経て、1924年に、東京帝国大学法学部法律学科部、法科を卒業。学生時代は、文学に親しみ、夏目漱石、島崎東村。 森外の作品に親しむ一方で、中学、高校時代柔道部に所属し、一校では猛者として鳴らした。東大時代には、新人会に入り共産主義運動に身を投じる。1925年に、日本共産党に入党した。共産党時代に所属していた、産業労働調査省赤字経営であったのを黒字に転換させるなど、後年の経営者の片鱗を見せている。 1927年日本共産党代表として、コミンテルン極東政治局に派遣され、中国で武漢国民政府の樹立に参画する。1928年に帰国して、赤旗初代編集長として2月1日から発行を開始しいたが、3.1号事件で検挙され、獄中で転向を表明する。これが獄中での転向生命第1号で、 天候理論の原型を作ったと言われ、その後の獄中での大量天候のきっかけを作ることになる。出所後、1929年にコミンテルンからの離脱を宣言し天皇制の下での共産主義運動を標榜する日本共産党、労働者派、いわゆる回答派を浅野明らと共に結成し、日本共産党批判に回るが、ほどなくして労働者派の組織、 運動は消滅し、水野は大いなる挫折を余儀なくされる。以後、政治活動から離れ、翻訳業に就く。翻訳家、フランス文学者としても大いにその才能を発揮し、特に日本におけるアナトールフランスの紹介に大いに功績があった。水野翻訳によるフランスの著、神々は乾くは、名役として名高く、ベストセラーとなった。その他、マイヒメタイス、 現代史などフランスの著作役にずつ作品、アンドレ・モー・ロアチョ、英国史なども翻訳している。翻訳にあたっては、フランス文学者の辰野ノ・の紹介で、辰野ノの弟子にあたる渡辺和夫と出会い、翻訳上、不明な点があるときは、渡辺の教えを恋性格を期した。また、この時期、尾崎志郎、尾崎和夫、コンヒデミ、林房夫などとの交友を持つに至った。 1938年憲兵隊に逮捕されるが、翌年保釈される。1938年、同じく転校者で、その後も水野の片腕として、行動を共にする、南紀一が米ぬかを媒体に使い、新聞紙から陰気を抜いて再生紙を作るという、アイデアを陸軍に持ち込む。陸軍軍事課長、岩黒秀夫は、国策会社で、 パルプ時給を図るという計画を持っていたため、同年日清防石社長、宮島誠二郎を社長に迎えて、国策パルプを設立させた後、若い南と水野を見込み、元共産党員では、という周囲の反対を跳ねつけ、1940年、二人に国策パルプ工業の全額出資で別会社、第二本再生製紙を作らせた。南と水野を最初に見出したのは、岩黒である。 また、岩黒と親しかった、椎名悦三郎の商工省からも援助を得た。第二本再生精子の実務は、この二人と、篠田博志作を加えた三名で主に行う。鹿内信高はこの時の陸軍の担当事務官、受品本省監督官。太平洋戦争開戦後に、岩黒がインド独立工作に関わるため、水野は岩黒に招かれ同工作に関与した。 また、第日本再生政子設立時に、宮島誠次郎と指定関係になったことで、戦後に政財界に強い影響力を持つことになる。第日本再生政子は1945年に、国策パルプと合併し、同社常務取締役に就任する。1946年、現在も続く出版社竹縄当社を、文芸。 学術専門の出版社として創業するが、数年で手を引き、竹縄当社は後に、航空関係専門の出版社となった。同1946年、経済同友会館時となる。終戦後の労働構成の中で、左翼運動に身を置いた経歴を持つ水野は、労働対策を担当し、財界首脳の信頼を得た。本業の国策パルプにおいても1948年に、 専務取締役、1949年副社長、1951年11月に社長就任、1960年会長に就任。1956年民間会社組織に改祖された文化放送の社長に就任した。これを契機にマスコミ各社の社長に就任する。財界のマスコミ対策のチャンピオンとまで評される。 1957年に、経団連理事に就任。日本放送の鹿内信隆と共にフジテレビジョンを設立し、同社初代社長に就任。1958年には、前田久義から産業経済新聞社、産経新聞を買収して社長に就任すると同時に、産経新聞社は陶器場の本店を大阪から東京に移転させた。産経新聞の買収で、 在京の新聞、ラジオテレビを握ったため、マスコミ参観王と呼ばれるとともに、後の富士山系グループの土台を築いた。水野のマスコミへの進出は、在界のマスコミ対策とも言われ、ジャーナリズムからは、在界の送った AS と書き立てられた。新聞社の経営に、普通の会社の経営方針を持ち込んだものと言われ、通常の編集、販売、 広告の順番を逆にしてまず広告主を見つけることを最優先課題とした。また、労働組合を味方に取り込むために、産経新聞労組と平和維持協定を締結し、この結果、組合は日本新聞労働組合連合より脱退、役員、職政、職場代表による再建推進協議会設置など労使一体による体制を構築した。 このような水野のやり方は合理化に伴う廃点、解雇などを生み、三経残酷物語、水野天皇制と言われた。しかし、三経新聞そのものは、水野社長就任一年で黒字に転換し、富士三経グループの強固な基盤が確立されたとされる。1965年、三経新聞社会長に就任、池田早と内閣時代に、 財界四天皇の一人と称されるようになる。聖商のイメージが強い水野であったが、政治に関してはかつて共産党に身を置き挫折したことから、政治はワンストライクアウト。共産党でアウトになった。もう絶対やらんと語っていた。自由奔放な性格で、共産党員、翻訳家、財界人と散乱飛びの人生から、人物票が定まりにくい人物でった。 文化的活動も支援し、1956年文化放送の冒険事業として日本フィルハーモニー公共楽団を結成。また、1963年の日本近代文学館の創設にも尽力した。1968年には財団法人サンケースカラシップ初代理事長に就任。また、衝撃士、増田光三の熱心なファンで、 三経新聞社社長時代の1962年には、当時はすべて一局に二日から三日かけていた将棋のタイトル戦にあって、初の一日差し切り制となるタイトル戦、規制戦を創設した。規制委を7期獲得し、衛星規制の称号を持つ米永国夫によると、水野が規制戦を一日差し切り制にしたのは、体力面に問題があり、二日制のタイトル戦で、 思うような成績を残せなくなっていたマスダに何としてもタイトルを取らせたかったからだという。だが、マスダは規制戦の挑戦者には二度なったものの、結局規制位獲得はならなかった。その一方で野球をこよなく愛し、1953年に日本生産性本部第2回欧米施設団に参加中、風と称してナショナルリーグの観戦に出かけたり、1965年に 日本国有鉄道と、その関連会社から、国鉄スローズを買収して、フジテレビが放送していた、日本初の国産テレビアニメ、鉄腕アトムにあやかって、サンケイアトムズ、現、東京ヤクルトスワローズと名付け、経営を手がけたりした。しかし、球団買収の年から、読売ジャイアンツの v 級が始まり、サンケイアトムズは長く B クラスに甘んじることになった。生前の水野は、 男と生まれたからにはやってみたいものが三つある。それは、連合艦隊司令長官、オーケストラの指揮者、そして、プロ野球の監督だと語ったことでも、また有名である。1968年、病気で倒れ産経アトムズの経営権を、南喜一が代表のヤクルトに売却。ヤクルトグループが、同球団の経営権を握ることになった。 1970年勲一等随法賞を受賞。1972年5月4日、死去、去年72、辻井隆の小説、風の障害、新潮文庫、上官 ISBN41 億125,274、下官 ISBN41 億125,282の主人公のモデルとなっている。西部百貨店社長、参議院議員、 新党先駆け政務調査会長を務め、現在インスティチュート・オブ・マーケティング・アーキテクチュア社長の水野誠一は長男。鈴木幸男は、水野の刑罰は、兄彦二郎が元第二子で、静岡県農業界の大物、いとこの田畑誠二が、オリンピック組織委員という程度で突起するほどのものは、ない。ただ、長女のクララが、元同友会代表幹事の二宮善期。 元公銀副頭取の弟正義の夫人であることを復帰しようという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。